南アメリカプレート紫色が南アメリカプレート南アメリカプレートは南アメリカ大陸とその東側にある大西洋の一部の近く及びマントル神型のリソスフェアを形成する大陸プレートである。ゴンドワナ大陸が分裂してできた西ゴンドワナ大陸が白亜紀頃になると大西洋中央海嶺を境に南アメリカ大陸とアフリカ大陸に分裂してできた。また、 同時に太平洋プレートが南アメリカ大陸の西側に沈み込むことで南北に長いアンデス山脈が形成された。コロンビアからチリにかけての太平洋岸はペルーチリ海溝となっている。ここではナスカプレートが南アメリカプレートに向かって東方向に沈み込んでいる。またチリ南部付近ではナスカプレートと海嶺を隔てて接している。 南極プレートが沈み込んでいる。また、笛後島の西で少しアプレートと接している。笛後島南岸からはトランスフォーム断層、西経50度付近から東では衝突型境界に変わり、サウスサンドウィッチ諸島付近ではサウスサンドウィッチ海溝に変わる。サウスサンドウィッチ諸島から東は南極プレートと接しており、ここは 南アメリカ南極海嶺と呼ばれている。南アメリカ南極海嶺は本所四五線付近でブーベミエ店に達する。これより北側はアフリカプレートと接しており、大西洋中央海嶺を成している。大西洋中央海嶺は北緯15度付近で南アメリカ、北、アメリカアフリカプレートの30点となり、それより西側は北アメリカプレートと接する部分になる。 D ワード諸島付近まで来るとそれより、南は海港となる。この海港は、トバゴ島付近まで続き、そこから東向きのトランスフォーム断層に変わる。カラカスの北で、境界線は向きを北西に変え、オランダ領アンティルの北方沖から、パナマコロンビア国境付近までは、海嶺や沈み込みたいとなっている。D ワード諸島からパナマコロンビア国境地帯までは、 カリブプレートとの境界である。ありがとうございます。